戦い終わっています予選は玉室のまくり追走終えずの6着森岡がつけますラインは細かく割れました一般戦まず福岡の2人は永田純一、白川雄それを宇佐美雄介押さえます茅野博組と吉成隆博が乗り換えます永田純一はまずは3番手粘っています押さえまた宇佐美雄介をさらに茅野博組が抑え返しますさあその上から永田淳一がさらに行きます さあ永田純一が抑えましたかやのひろくみをさらに叩きました最終的には福岡ラインが先行します福岡の後ろ2番水方が切り替えて6番の宇佐美雄介がここは切り替えますが7番かやのひろくみがここは救ってどうやら3番手2番の水方は下げましたそして6番の宇佐美雄介が2コーナー4番手5番の森岡はその後ろさあ逃げたのが福岡ラインです永田純一マークの白川雄介3番手はかやのひろくみそして中南から5番 えー、森岡正が作っていますさあ森岡も作っています中尾三番の吉成も伸びていたさあ横に広がっていきましたが永田淳一が振り切ったか六番の宇佐美優介が接戦です永田が振り切ったのか中尾六番宇佐美も突っ込んでいきましたがどうでしょうか横に広がったゴール永田がわずかに逃げ切った感じが六番の宇佐美あるいは一番の白川あたりは接戦です わずかに4番永田が逃げ切っていますそしてどうでしょう2着争いですが6番の宇佐美と1番白川伸び比べとなっています4番永田選手は逃げ切り優勢2着争い6番1番となった模様です決定まではしばらくお待ちください 瀬戸内の二人は静岡6番桜井につけます眉を取った5番の中野信号後方から6番桜井第一共に111回生同期生さ両先行火花を散らすかどうか中野信号まず同期生桜井大一が抑えます中野信号は下げての4番手上へと3番斎藤4番久保田の群馬の二人が3、4番手5番中野信号の方ですが現在中断止まっています抑えまた桜井大一を群馬何が さらに叩き、その上から中野慎吾が三番と追い上げます。中野慎吾とためだ学ぶ。先一周では三四馬と、と、と、追い上げて六番の桜井で、ちがやや中断かぶっています。一番、片山七番、杉村。この二人は、六番、桜井も今日。さあ、群馬の二人が逃げました。 今日はかけました。斉藤和重同県久保達ち。三番手五番中野信吾まくる。中野信吾まくって、まくの二番、ためたは追っていけない。さあ、中野信吾三番手から、これをまくる一発決まって。今度は三冠しかける、六番桜井大地もしかける。ともに百十一回生。さっきまくるの中野信吾、迫っていきます。桜井大地、同期のワンツー、その後ろは。三番一番接戦です。三番手まくった中野信吾、そして五番手からまくった桜井大地。 ともに111回戦の2人は5番6番3着争いこれはどうでしょうか斎藤一茂粘ったのか片山が伸び勝ったのかゴール体勢は5番6番3着争い外から片山がわずかに伸び勝った形にも見えますが、えー、体勢有利は5番6番1番でしょうか決定まではしばらくお待ちください。 5番手と遅れましたがサイドは伸び返しての3着が山本です岡山ラインが外からゆっくり抑えます2周目から第3周回向かってまずは一ノ瀬と長輪の九州ラインを岡山取り押えています篠原龍馬は4番手に切り替えました下げた一の背が残り1周半では6番手さあ1番篠原がさらに抑えます有本直樹を切り回った篠原龍馬そうなったら上から1の手が叩きます さあ、これはいい展開でした。吸収がかけます。持ち上げの先行を取りました。石野で匠すんなりとかけました。3番中井隆絶好です。篠原龍馬橋本勝弘四国勢は34。馬蹄車間が切れて岡山らに5番抵抗を切れています。2。コーナー砕く。 さあ、いい先行と対地の線マークの長川。さあ、差を決めた篠原龍馬、橋本四国の本線そして、岡山ラインは五番手後有本、土井と山本です。三番手から篠原四くれた四コーナー直線、合わせる様。二番、土井さおが、六番手、那高強襲。さあ、六番、那高強襲しまったが、三番、落車。二番、一番、七番、六番で通過でしょうか。六番手から土井が突き抜けましたが、三番、長川選手がゴール前、落車となりました。 残念ながら3番選手が落車となりました。6番手から2番土井選手が突き抜けましたが、このレースは3番選手がゴール前落車落車期件です、えー。ゴール体制2番、1番、7番、6番です。ゴール体制は2番、1番、7番、6番で通過していますが、4コーナー審議ランプが点灯します。決定までは投票権大切にお持ちください。 まず九州トリオが前固め、中国二名が中団、後方には四国のり。まずは山崎大樹が瀬戸新作を切ります。三番下野二番、五番の二条、四国のりは三四番手、外に上げました。抑えたのは山崎内村中国二名、上から四国のり、下野良樹二条優を襲います。一番瀬戸新作は前から下げての五番手、中段は山崎大樹が三番手を取っています。 五番手瀬戸新作がタイミングを取ります抑えて流す下野が流していましたさあタイミングをかましました反応が遅れまった下野良式縦石竹屋がやや切れ切りですが追いつくことができるかどうかかまし先行は瀬戸新作追いつきまた地元のたり立石竹屋と丸林勝坂九州が飛ばしまして三番二条位番下野良式は4番手も二番山崎が追い上げまく三番の下野車を避けまして四番手から三冠しかくる 山崎大樹、五番の二条ゆや、大東と並番の内村大増、一番瀬戸新作中尾熊番、丸林が伸びて、今日も丸林が伸びたか、五番の二条が接戦です。ライン三番手今日も丸林が伸びたのか、二条もよく伸びました。横並び接戦ですが、六番丸林今日もライン三番手伸び勝ちました。 そして5番二条優也が外を強襲撃4番立石を捉えた形1番の瀬戸は粘れず6番丸林連日の3番手強襲撃そして二条もよく出ました3着4番立石が有力でしょうか大勢有利は6番5番4番あたりかと思われますがこの着順は決定ではありません 審判放送までお待ちください。佐賀に移籍しまして。えまずは中国の三番手です。後方から玉村上げます。予選はホーム六番手一のせをまくり、二尺で通過しています。 予選は逃げた有本、内村マークも4着でした。徳島、滝山がつけます。さあ、藤原慎太郎を抑える玉村が一旦抑えました。短期の2人は乗り換えません。2番、大島と6番、渡辺。この2人は乗り換えず、藤原慎太郎絶好3番手から叩き返します。 さあ戦いしました藤原俊太郎そして2番、大島が再びそのラインに切り替え3番、玉村元気元の位置6番手となりました2センターから4コナーかけます藤原俊太郎6番手から3番、玉村元気がいきます慌てて組み込む藤原俊太郎玉村元気のスピードもいいが3番手から2番手ややいっぱいとなったか前園龍一郎が止めます3番、玉村これは3番手でいっぱいとなった感じでしょうか短期2番大島将人枠4番手 逃げたのが藤原俊太郎マークは前総理由一郎三番手は高橋のり組が捌き切って二番の大島正人直線踏み直した藤原俊太郎番手から迫る前総理由一郎藤原俊太郎でしょうかいい感じかけました藤原俊太郎番手から前総理由一郎ともに前期 S 級の一着争いですが藤原俊太郎今日は末裏よく逃げ切っています えー、そして2番大島将人が伸び勝って3着優勢なのでしょうかこの3着は2番5番となっています、えー、藤原俊太郎わずかに逃げ切り前走龍一郎追走2着そして4番手から大島が伸びた感じもしますがどうでしょうか、えー、体勢よりは1番7番2番あたりかと思われますが決定までは今しばらくお待ちください 大川ライの中にありますあここは4番手から相方翔太が外に車を持ち出します3周目から第4周回向かって後方から相方翔太田,田村雅宏を上げますが前から一旦大川が突っ張ります大川隆二が前から一旦は突っ張りました相方翔太は再び4番手となります第4周回も2コーナーからバック さあもう一度行くかどうか4番へ相笠4番手2番田村正弘東の谷は4番手5番手前からペース上げる大川隆二がどうやらこのままかけるか4番手からいきましたさあこれは組合です慌ててかけた大川隆二4番へ相笠いけず2番田村正弘は4番手切り替えます最終試こな前からの先行広島大川隆二が取っています岡山コンビは丹波康高と橘成康切り替えた2番田村正弘 五番手から短期四番相笠も置いてきました。さあ相笠が行きますが、三番手いっぱいか。一番丹波安坂止めています。ライン三名四番手から田村。直線を組み直したのが大返り時、さあ四番手、韻をついた二番、田村正樹と、つくねた。番手から一番の丹波安か後ろ三番、五番が並んでいます。大返り時の先行乗った一番、丹波安坂は抜けています。 どうでしょう、立花がともに伸びたのか、大川が粘ったのか、これは二着争いとなっています。大川の前からのすっぱり先行乗った丹場安坂、2日目1勝です。大川隆二が粘ったのか、立花がともに伸びたのか、ラインの決着、勝ったのが一番丹場安坂です。二着争いは5番、3番となった感じでしょうか。SQ の一般競争決定まではしばらくお待ちください。 会を取った柏山と中村雅人この2人がどう出ますかまずは3番手からタイミングを取ります橋本智明3周目から第4周回っています、えー、これはかますのか抑え続くのかさあ抑えていきますこうなったら1番柏山強平番手に飛びつきそうです3番中村順がやや遅れましたさあ番手に切り込んだ柏山強平です 押さえ先行橋本智章の白は並走となりました内側が九州コンビ柏恭平、中村正人1番、4番外、並走が3番中村淳と2番森坂行、森保孝幸番手の攻防3番中村淳が競り勝って柏恭平は今度は3番手で粘っていますがさあ2番手3番中村淳も切れました押さえ先行橋本智之後続を切れて4番中村正人が自力迫ってきますそれに森保孝幸が付け替えました後方遅れて1番柏恭平直線 抑え先行、圧勝劇は橋本智明。まくり、迫ったのが中村雅人と追走森屋坂行。えー、ここは橋本智明、後ろ平走から優位を逃げ切っています。最後は自力を発動しました中村雅人が2着。中村順から切り替えた森屋坂行が3着。5番、4番、2番で通過した感じでしょうか。 えー、ここは橋本智明が順当勝ち中村正人が2着に伸びて森保隆行が3着 SU の一般競争決定まではしばらくお待ちください。 三番手の津村幸次郎、五番手から水戸孝則。前は竹山良太まず後方から、水戸孝則がおさえます。竹山良太を水戸孝則が抑えていきます。さあ、一番津村幸次郎がすかさず、三番手上から、おさえ返します。水戸孝則は、下げての三番手です。竹山良太が前から下げての六番手になっています。 3番手の水戸貴教そして6番手から竹山亮太を抑えました津村幸次郎さあどうやら津村幸次郎がこのままかけます地元ラインが先行取って最終石こなえています津村幸次郎中園和義の地元のおた人広島コンビは水戸貴教佐伯達也3 4番手、2番友貞幸その後ろ竹山亮太いずれかじきる東のおた人は6、4番手からまくるさあ3番手から4番水戸がいく水戸がいきますが 6番中園が止める。さあ逃げた1番津村康二郎止めました。さあ作っていきましたが、外の方から7番の佐伯が伸びていたが、水戸高則、佐伯達也、広島ワンツーでしょうか。3番手からまくった水戸高則、追走、佐伯達也、そして1番津村康二郎もよく粘っています。ゴール体制4番、7番、広島コンビが抜けまして、1番津村が、 3着には粘った感じでしょうか広島の2人は水戸佐伯が4番7番そしてどうやら津村幸次郎3着に粘った感じでしょうか2番友貞との争いです決定まではしばらくお待ちください レースは3周目から勝負どころ、第4周間向かっています。果たして松岡孝明が動くかどうか、短期6番三浦も一発にかけそうですが、依然として誘導の後ろから最差5回、ペースは上がっていきます。残り1週間で足を向かいます。ペースは上がり、最高峰から奥の三浦が短期できました。さあ短期6番の三浦翔太は7番松岡孝明が切り替えていきます。 一番最差五回の外に七番松岡公明を追い上げます。逃げたのが短期三浦翔太切り替えたのが一番の最差五回。その外を追い上げた七番松岡公明。松岡公明がどうやら番頭取った感じか四番、大谷健二が切り替えて今度は二番手からまくります。大谷健二が自力を取って、三番の栗田高典、この二人が自力を取って、五番。小林弘一は外に上げ七番松岡公明がそのみ所自力を取った大谷健二。 追走しました栗田貴乗切り替えた松岡孝明、この3名です。短期三浦翔太がかける中で、最差5回は内側、裁かれました。そして最底から切り替えた親が自力発動、栗田とワンツーを決め、外に上げました松岡孝明が三着数が4番、3番、7番でしょうか。9レースは選抜競争の2つ目です。決定まではしばらくお待ちください。 八幡宮城のアベリキや4番3番徳島コンビが舞を切ります畑聡氏と高原人氏が長島の舞を切りますがさあ切らせません一旦は突っ張りましてここで7番の伊藤相馬が3番手からいきますさあ6番増スが再び中止の3番手を狙っていきます4番長島大輔は残り1時間では4番手1番畑聡氏は6番手さあ6番手からいきます 畑畑ががきまました畑が今度は3番手をいげすうまく3番手、畑が追い上げました井上正樹は7番、伊藤相馬の後ろ徳島込美が3、4番手長島、阿部力也東日本が1センター6、四番手となっています伊藤相馬が逃げました番手は井上正樹3番手は畠智後方からまくる長島大輔3番、阿部力也勢いがいいさあ合わせて2番の井上正樹まくった4番、長島、井上正樹合わせましたが外から出たか。 4番の長島大輔、長島大輔3番、アベリキやインコースは井上雅樹接戦です。2着接戦です。勝ったのが長島大輔です。一発を決めた長島大輔、そしてどうでしょう、アベリキがついたのか、内側、井上雅樹、この2人は接戦です。4番長島大輔が、どうやら2連勝での勝ち上がり、2着争いが2番3番となっています。 どうう。でしょ2着争いは井上と阿部の争いですがわずかに2番井上が有利には見えますが決定までは今しばらくお待ちください。 まず、難関を先頭に3周目から第4周回中団の竜鷹友が後ろ5番町田大河を見ています。町田が5番手車間を切って3番手車間を切る。宇宙瓜生鷹ともそれを前から1番和田マクルが見ています。さあ、ペースは上がります。3番手から瓜生ここで行きました。5番手から町田大会行きます。慌てて6番の瓜生鷹ともさうりゅうも行きます。町田大河が叩きまして。 マークは香川祐介3番手はウルー高友が切り替えって4番、五日市誠が4番手和田枕はホーム5番手小川祐介ホーム6番手最後方7番近藤田津逃げたのが町田大河番手は香川祐介3番手、ウルー高友です後ろ4番五日市誠となって1番、和田枕はバック5番手小川祐介6番手3コーナーから2プかっていますさあ5番手から1番、和田枕3番手からウルー高とさあ逃げた逃げた5番町田大河町田大河狙った 逃げ切って3番の香川雄介ラインのワンツーです町田斎賀逃げ切りマークの香川雄介切り替えた宇龍貴友ゴールはこの辺りでしょうかここは淀みなく逃げ切ったのが町田対岸マークの香川雄介そして切り替えた6番宇龍貴友5番3番6番で通過した模様です準決勝11レース決定まではしばらくお待ちください です。予選は町田隊が食い下がっての2尺の山中準決勝は香川隆起石からにつけます中村がその後ろ予選は最速幕4番手から中尾伸び手の2尺予選は最速を叩き先行3着通過の長崎佐藤浩二予選は伊藤相馬の逃げ乗っての石を置いた小岩がつけます F1 戦はただいま連覇中の北鶴今日は石から生えてあいて胸を貸します 北鶴坂本健太郎本戦福岡前となっています今日はかけるのみ石から早手援護に待った山中中村来の長さもあります感激をつきたい佐藤浩二小岩福岡とは別戦です予選のスピードも光った佐藤浩二4番小岩がつけますさあ北鶴が前からの競争です 坂本健太郎そしてルーキーの石から山中中村瀬戸内高校から佐藤小路小岩まずは九州別選が押さえます北鶴は別選佐藤小二が抑えますさあ北鶴一旦突っ張るか抑えました佐藤小二すかさず6番石から早手がいきますさあ3番手外に石から上げて3番佐藤小路をさらに抑えます 佐藤浩二は4番手北鶴翼が現在6番手から行きますさ北鶴翼は早めにいった北鶴翼が早めに行って1番坂本健太郎です踏み込んだ6番石原早手が合わせ切った石原早手が合わせ切りました坂本健太郎は切り替えての3番手7番北鶴は万事休す3番佐藤浩二はホームバック5番手付近です 石から早手が北鶴相手、かけました、マークは山中隆夫、3番手は中村雅宏、4番手から坂本源太郎、後ろ3番の佐藤浩二直線です、石から早手番手からこれは5番、山中隆夫、余裕の追い込み、中村雅宏か、6番石から早手か、石から早手が粘っての2着優勢でしょうか、北鶴、合わせ切りました、石から早手見事な競争、2着に粘った感じでしょうか。 抜け出した山中高尾絶好の流れそして粘りきった石から早手中村は届かずの三着優勢ライン決着5番6番2番でしょうか準決勝の12列決定まではしばらくお待ちください。